こんにちは、ナレネズミです。このチャンネルはですね、ドラマの感想をなるべく一話一話追っていくっていうドラマ、応援チャンネルになりますので、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、メゾンドポリスですね。はい。そちらの、TBS ですね。TBS の金曜ですね。金曜日の、メゾンドポリスの、感想になりますね。はい。よろしくお願いいたします。で、一応こんな感じですね。はい。一応こんな感じでちょっとね、一話の相関図作ってみました。はい。で、ざっと言いますと、牧野さん、高畑充希さん演じるですね。牧野さんと、あとはその、シェアハウスにおられる、ベテランっていうか、退職令かですね。はい。で、あとは、現場がこちらで。で、あと、こちらが、なんだっけ。シェアハウスに出入りする方ですね。出入りする方と、あとまあこっちが、1話のゲストさんって感じで、はい、なります。で、まあ1話ね、シェアハウスでいる、退職された方と一緒に、新米の高畑充希さんが、まあ一緒に事件を解決していきますよって感じの大体構成になって、まあそれは多分ずっと続くと思うんですけど、まあまずはですね、1、ベテラン5人ですね。はい。まあ5人の方の、話ですね。で、2がですね、あと、まあ西島さんの役割ですね。まあ高畑さんと西島さんが、まあ結構その5人の中でも、まあコンビにはなるんでしょうけど、あ、5人のうちの1人の西島さんと高畑さんが縁になると思うんですけど、その関係ですね。で、あとはですね、まあ時代性ですね。まあ退職したおじさんの生かし方と。はい、そんな感じです。で、4が今後に期待と。はい、一応そんな感じのお話になると思いますので、よろしくお願いいたします。で、まあ全体として言えばですね、これ小説がね、元になってるみたいで、小説はね、ちょっと読んだことないんですけど、やっぱりこれですよね。自分もね、最初予告とかね、1月からのドラマどんなのがあるのかなと思ったら、うわーみたいなね、おじさんばっかじゃんみたいなね。そういうちょっと衝撃を受けたのを受けたんですけど、まあ、その辺がちょっとどううまいこと絡んでいくかっていうのと、小説がベースになってて、まあ、今日の感じではコメディパートといえば、パートですね。まあ、皆さん面白いって言われてたんですけど、まあ、このおじさん方ですね、特にこの辺のおじさん方と、がなんかこう、と、まあ、西島さんもそうですよね、ちょっとね。どっちかといえばこのおじさん方に囲まれてる、わちゃわちゃみたいな。の感じと、まあ、牧野さんですね。高畑充希さんも一応そんな感じにはなってますけど、どうなんですかね。それと、あと、まあ、刑事ドラマですよね。こちらの刑事ドラマを追うって感じにはなるんですけど、最初も、初見で見た感じで言うと、こっちの退職の人とこっちの現場の人をどう組み合わせていくかっていうのと、まあ、退職時間のが全部が全部なんか活躍したらなんか変だよな、みたいな。うん、なんか無理があるんじゃないのみたいなところもちょっとあったんですよね。じゃあ現場何やってんだってこともないんですけど、それしたら、なんかどうしても事件を解決するためのなんかご都合主義みたいな感じにちょっとなりかねないな、と思ってたんですね。そしてまあ今日はもう一回ね、ちょっと二回目見てみたら、ここがなんか一応ちょっとした部門、警察の中でのその、ね、昔働いてた人をなんか生かすその職場にしようみたいな感じになって、ああだ、それでもうちょっとこっちも動きやすくなってって感じになるんですかねって感じの、はい、印象ですね。なんか今のところで言うと、なんか一見面白そうだけど面白くなるのかならないのかみたいな。一応そのぐらいの感じの感想ですね。はい。で、全体で言えばね、やっぱりベテランさんってこともないけど、みんなそれなりにね、もう主役も張ったりとかも、ね、助演されたりとかも、いろいろもうできる人ばっかなんで、だからこそね、どうしてもなんだろう、自分が思ったのは、わちゃわちゃしてるのは一見楽しいのは楽しいんだけど、なんかそれぞれなんか、役不足ですよね。ちょっと役不足になりそうな感じ。もうそれこそこの人とこの人とか、もう3人ぐらいで、まあ多分1話作れるぐらいのね、皆さん実力がある方だと思うんで、そこがなんか、まあ小物感を楽しむっていうのは楽しめるんですけど、でもっていう、なんかね、その辺の難しさですよね。だったらまあこっちの現場のこっちとこっちとこっちぐらいでもいけるんじゃないかとか、いうのもありますし、まあこのね、西田さんとかもお芝居できる方ですし、なんかできる方がわさわさ入りすぎて、それゲストをあとどのぐらいの扱いでやっていくかですよね。どのぐらいの重みがある人ってこともないけど、だこっちの圧が結構ね、強いのは強いんでって感じですかね。で、もうちょっと今日早めに行きますけどね、2の西島さんと、高畑さんの関係にはなってくるんですけど、まあ、この中で言えばね、若いっていうかね、まあ、やっぱりそれこそ見てる方をね、西島さんだみたいな感じでね、みんな期待して見てらっしゃると思うんですけど、まあ、西島、牧野さんの立ち位置はね、基本的にはこの中で言えば、基本的にはひよっこっていうね、ね、ひよりさんにひよっこって言われてますけど、まあそうなんですよね。新人ネタで何も知らない、でもなんかちょっと情熱だけあって、なんか吸ったもんだみたいな感じになると思うんで、ステータス変わんないんですよね、これだけのおじさんに関われていったら。そしたらこの西島さんの役割が、まあそれこそ今日もその、実際はなんかその、ね、取り調べがどうしたこうしたとか、あと、アイロン持ってうろうろとか、あ、うろうろしてね、アイロン持ってとか、まあ、いろいろキャラが付けられてはいるんですけど、こことここの関係とかもね、なんとなくこう、ただおじさんのバチャバチャだけでいいのかなっていう、ところもあって、って感じなんですよね。そうなると、こういう設定を選んだとして、どこが一番面白いのかっていうのの軸が、
をどこにするかによって、まあ、その、ね、何話何話っていうのによっても変えられると思うんですよね。で、まあ、こちらのこのね、みんなできる方のなんか活かし方としては、例えば、次の回は、星野さんと、秋野さんと、まあ、西野さんもちょっと絡んで、まあ、大体このぐらいをメインにして、で、あと犯人逮捕と。うん、とか、この人が目立つ回とかね、この人が目立つ回とか、まあ、そうちょこちょこ見せながら、うん、まあ、だから、一人に一つくらいはなんかちょこちょこあるんじゃないのかなとは思ってるんですね。そのわちゃわちゃしてるだけだと、さすがにね、せっかく出てきて何してんだよって話もあるんで、そんな感じですかね。で、西島さんと、高畑さん。でも全体としてはわちゃわちゃしてても、ここの二人がやっぱ、もう二の話題に入ってますね。ここがぐっと出てこないとなんかやっぱりいけないような気もするんですよね。で、それこそまあ西島さん使ってて、まあね、高畑さんいるんだったら、ちょっと声もあるのかないのかとかね。行為を寄せるとか寄せないとか、うん、ところも多少はね、見てる方としてはまあ多少は気になるでしょうし、って感じですね。うん、そうですね。それかも単純にその犯人をどうやって逮捕するのかとか、まあそういういわゆる刑事物の物語として見せていくっていうのもあるし、その辺のバランスをね、どう取っていくのかなっていう、あとは単純にどこが面白い、ここが面白いんだっていうのをどこの軸か、軸に置くかによって、まあ多分変わってくる感じ、だと思いますね。だからね。で、その辺をね、あれ、ちょっと3度読んでひっくり返るかもしれませんね。脚本のね、黒岩勉さんですね。あと、ま、演出の、佐藤雄一さんと。あと、情報さんっていうか、ちょっとね、読み方合ってるかわかんないですけど、もう多分、演出家の方だと思うんですけど、まあ、あと、プロデューサーですね。プロデューサーも2人おられて、橋本さんっていう方と、吉川さんっていう方がおられるんで、その辺の組み合わせで、組み合わせっていうか、まあ、プロデューサーさんがどういう形の、ドラマを作りたいっていうことで、まあ、例えばその脚本家さん、演出家さん、あとま、出演者さんとかね、まあ、なんとなくこう、最近のこう読んだ感じで言うと、プロデューサーさんってやっぱりすごいんだみたいなね、ちょっとところもあるんで、どういう、何が面白いんだっていうのをメインにしてるかですよね。新人さんの成長物語なのか、単に刑事ドラマとしての面白さなのか、それとも、おじさんと暮らしたらっていう、おじく暮らしたら、まあ、暮らしはしないんですけど、おじさんと若い子との感じでいい。の、その、わちゃわちゃ感で見せていくのか。そうですよね。それこそ、おじさんのわちゃわちゃ感を本当に見せたいと思ったらね、おじさんのところに来た家政婦の話でもいいわけじゃないですか。若い家政婦が。こんなところに、私が、みたいな。そういう話でも別にいいわけですし、ちょっと要素が結構バラバラなものを詰め込んで、だから面白いって言えば面白いんですけど、面白そうに見えたものが面白くなるのかどうかっていうのはね、それちょっとね、まだわかんないですよね。だからこそちょっと楽しみにしてる。って感じですね。あとは、ちょっとこちゃこちゃっとしたかな。やっぱ時代性っていうの、今からちょっと3に戻っちゃいますけど、時代性、まあ、退職した方をどうするかっていうこともないんですけど、まあ、今ね、元気な方結構おられますし、それこそ俳優さんでもいっぱいいると思うんですよね。もうできる方いっぱいうちゃうちゃおられて、でもそのドラマの数とかね、テレビの数とか、まあ、それこそネット放送とか、まあ、いろいろな感じがあるんですけど、そうどう活かしていくかっていう、できる人がいるんだけど、どうしようみたいなね。で、自分もちょっと前に見たなんだっけ、あれ、翔太の寿司かな？翔太の寿司だと思うんですけど、はい。そんな感じのドラマでも、その脇っていうかね、まあ一応対象役で渡辺博之さんが出てて、うわ、こんなとこ渡辺博之さん出てるんで、こんなとこって言ったらちょっと申し訳ないですけど、ね、結構ね、やっぱりその仕事くれっていうね、そのベテラン俳優さん、なんか昔は若い時とメイン買って、そのね、若い、息のいいところでやってた人とか、それこそ西島秀俊さんみたいな人が、この脇に、ね、ぐっと脇に回ってとかこうなってくるんで、もう結構ね、大渋滞ですもんね。で、意外とその脇役関係で言えば芸人さんも結構今入ってこられてますし、結構ね、役者さんもね、自分も目指すって言ったものの、これは大渋滞だぞ、みたいな。そんな感じもありますんで、あとはその時代として、まあそういう、ね、力がある、まだ元気のある、その人たちをどう使っていくかっていうのは、そのドラマとしてのね、問題とかもその、なってくると思いますんで、その辺がなんかね、楽しくこう、なんか見れたらなっていう感じですかね。はい。ですね。たまにはちょっと短く終わります。で、そんな感じです。だからちょっと不安半分、なんか期待半分、あとどうすんのかなーみたいな。って感じですかね。それこそゲストさんもね、まあ今日持ってる。あれ手塚さんさんだったんですか？読み方があれだったんですけど。手塚さんですね。ちょっと間違ったらなんで。あ。さとみさんの感じ間違えてるっぽい。あ。これ間違えてますね。すいません。あとちょっと書きます。鈴鹿さとみさん、理科の理ですね。はい、すみません。鈴鹿さとみさんとか、どのぐらいの感じの人が出てくるか、
そっちにもあまりの重めの方が出てきたらあれだし、軽すぎてもあれだしね、難しいですよね、そのバランスがね、パワーバランスっていうかね、どうしても目立つ方を人間って見てしまうっていうのもあるんで、その辺も、どう犯人役をこう、キャスティングしていくかとか、まあ、あとはこれからの方ですね、これからの方とか、まあ、自分としてはね、勝手に応援してるのも、戸田さん応援してますんで、戸田さんもうちょっと活躍してほしいなっていうのもね、はい、ありますんで、はい、その辺、あと西田さんとかもね、自分のちょっと、最初映画見た時に見た時の、なんだっけな、あれかな、私のピクニックかな、はい、私のピクニックだっけ、矢口監督とも出てらっしゃいましたね。あの時からのちょっと思い出の女優さんなんで、その辺ももうちょっと活躍してほしいな、みたいなね、自分の世代としてはありますし、はい。一応そんな感じかな。だからいろんな世代の人の感想聞きたいですね。うん、50代の人とかね、60代の人とか、あと若い方とかね、はい。若い方がどう見てらっしゃるのか。そんな感じのところも、多分世代によってね、感じ方も違いますし、その辺もまたちょっと聞けたらいいな、と思ってます。あとね、一応その、なんか実況とか読んでたら、結局、まあ、全体の物語を解決しながら、まあ、牧野さんなり、まあ、西島さんのその過去ってこともないですけど、まあ、今日もね、牧野さんなんかあるような。で、こっちは冗談だよとか言ってたけど、まあ、冗談なのか、本当なのかちょっとわかんないですけどね。はい。その辺もちょっとベースのちょっと最後のラストに向けては、まあ、そういうなっていくのかもしれないですね。はい。ちょっとその中とも、その主人公の問題が最後受験生としてこう、ぶわっと出てきてみたいな感じも出てくるのかもしれないです。まあ、とにかくね、本当あれを通してやっていくか。まあ、今後に来たいと。期待というか、まあ、楽しみにしています。ということで終わりたいと思います。じゃあちょっと短めですけどね。はい。金曜日ですね。はい。また2話放送発されますので、そちらを楽しみにしましょう。よろしくお願いいたします。失礼します。